SiLA コンソーシアムは、ソフトウェアサプライヤー、システムインテグレーター、製薬、バイオテクノロジー企業によって形成された、非営利の会員組織である。このラボオートメーションの標準化コンソーシアムは、ハードウェアとデータ管理システムの迅速な統合を可能にする新しいデバイス及びデータインターフェース規格を開発及び導入している。メンバー企業の高度なスキルを持つ専門家がSiLAの技術作業グループに貢献している。メンバーシップはライフサイエンスラボオートメーション業界で活躍する機関、企業、個人に開放されている。SiLA コンソーシアムはSiLA準拠のインターフェースを実装するサプライヤー及びシステムインテグレータに専門的なトレーニング、サポート及び認定サービスを提供する。SiLAはオートサンプラーやラボラトリーオートメーションなどのライフサイエンス研究機器の分野でソフトウェアインターフェースを標準化するためのグローバルなイニシアチブである。製薬業界の柔軟なラボラトリーオートメーションの必要性に橋を発した。このイニシアチブは世界中の主要なデバイス及びソフトウェアサプライヤーによってサポートされている。生命のメカニズムを理解するには大規模なしばしば反復的な実験が必要である。そのためラボラトリーオートメーションはライフサイエンスの進歩に貢献するようになった。業界はますます洗練されたタスクを実行するための商用ラボデバイスを提供している。ただし、様々なプロバイダーの機器を組み合わせて協調して動作させることは多くの場合不可能である。キャプチャしたデータをプロプライエタリソフトウェアからエクスポートしてさらに分析することはフラストレーションを引き起こすもしくは不可能である。この状況はリソースの浪費につながる。互換性の理由から利用可能な機器を交換する必要があり、ソフトウェアドライバーを購入。または開発する必要があり、データ変換には時間がかかる。このような技術的な障害は、より高いレベルの自律実験システムの開発を妨げている。SiLAを使用すると、研究者は機器の接続作業を最小限に抑えることで、科学的な課題に集中できる。これは、実績があり、テストされ、保守されているドキュメントとコードを使用することで実現されている。USB やアップンプのようにマークされた家庭用電化製品に見られる進歩はラボラトリーオートメーション環境に同様のアプローチを適用するというアイデアを引き起こした。あるブランドのラボデバイスを別のブランドのシェーカーに置き換えることすら考えられないのに、どのコンピューターのどのデジタルカメラからでも簡単に写真をアップロードできるのはなぜか。状況を分析すると非互換性はインターフェース定義の欠落の結果であるという結論に至った。そして、コモンコマンドセットの概念に基づく、標準化されたインターフェースのアイデアが生まれた。ただし、SiLA1.x にはいくつかの制限がある。これは、古いとみなされる XML、SOAP に基づいている。SiLA1.x の使用を開始するのは、簡単なプロセスではない。これは、新しい標準であるSiLA2を開発するためのSiLAコンソーシアムのスピンオフグループの提案につながった。SiLA1.x から学び、そこから多くの概念を取り入れて、SiLAには可能な限りアクセスしやすいというビジョンを持っていた。主な目標は、新しい機能の開発に絶えず取り組んでいるコミュニティを作成することにある。SiLAには、デバイスとプロセス管理、リムズ、及びエンタープライズシステム間の制御及びデータインターフェースに対応する。これはラボ情報管理システム、電子ラボノートブック、クロマトグラフィーソフトウェア、はかり、ピペッター、その他の様々な分析機器などのラボデバイスなどのラボ内のシステムを接続するために構築されている。SiLAには実証済みの概念を採用し、既存のオープンスタンダードとプロトコルを無駄のない方法で適用することによって最初の標準SiLA1.x を強化し実験室でのプラグ&プレイ操作を可能にするように設計されている。SiLAには現代の実験室のすべてのエンティティをサービスとみなす。動作とサービス指向の設計構造に焦点を合わせると機能定義言語につながる。SiLA2はマイクロサービスアーキテクチャに基づいている。HTTP2 に依存し、SiLAはプロトコルバッファを使用し、ペイロードデータをシリアル化する。また、SiLA2によって設けられた GRPC によって提供されるワイヤリングフォーマットを用いる。SiLA2はコアレベルとフィーチャーレベルに分割できる。SiLAコアはSiLA2ワーキンググループによって作成及び保守されている。SiLAフィーチャーズは何らかの方法で変更及び進化する可能性のある特定の拡張機能である。SiLAの基本構造はクライアント、サーバー通信モデルで構成されている。SiLAサーバーはそのすべての機能をSiLAクライアントに公開する。SiLAサーバーの機能はSiLAフィーチャーズとしてグループ化されている。フィーチャーの概念は対象分野の専門家、IT 専門家、及びエンドユーザーの共通のコミュニケーション基盤として機能する。各機能はその機能定義、パラメータ、相互作用、データ型、戻り値などに関する情報を含む XML ファイルによって記述されます。SiLAサーバーで実行できるアクションをモデル化する特定の数のコマンドを公開する。SiLAにはクラウド機能を提供する。その接続を行う場合、SiLAクライアントとSiLAサーバーが役割を切り替え、リバースチャンネルが確立される。このようにして、ローカルネットワークに常駐できるSiLAサーバーによって、接続が初期化される。クラウド機能は、標準の GRPC 及び HTTP に接続処理とセキュリティモデルに依存することにより、規制されたセキュリティポリシーと安全性を維持しながら提供される。SiLA1.x は2009年から2018年まで使用されていた。しかし、SiLA1.x を使い始めるのは簡単なプロセスではない。さらに、SiLA1.x は時代遅れとみなされている XML、SOAP に基づいている。現在は SiLA2 に置き換えられている。SiLA1.x-3 つのサポートされている統合レベル。SiLAデバイスインターフェース規格は、物理層からアプリケーション層までのデバイス制御インターフェースのすべての ISO、OSI レベルをカバーしている。インターフェース規格はデバイスとのウェブサービス、SOAP 通信に基づいている。コマンドは通常、コマンド処理の完了後またはエラー後に即時応答と遅延イベントを使用して非同期で実行される。エラー回復手順もサポートされており、デバイスの一般的な動作はステートマシンによって管理される。ステートマシンはコマンドの並列処理やコマンドキューイングなどの複雑な動作も可能にする。SiLAは3つの異なる統合レベルをサポートすることによりラボオートメーションデバイスとプロセス管理システムの間に独自の標準化されたインターフェースを提供し、レガシーデバイスもSiLA準拠システムに統合できるようにする。SiLAコンプライアンスはネイティブの直接埋め込まれたSiLAデバイスインターフェースを提供するか、ソフトウェアのみのSiLAドライバー及び、またはインターフェースコンバーターによって実現できる。SiLAデバイス制御及びデータインターフェース規格は共通のコマンドセットを提供する汎用デバイスクラスインターフェースを通じて、システムの統合と適用を容易にまた促進する。同じ機能のデバイスをグループ化することによりデバイスクラスを作成できる。SiLA共通コマンドセットはこれらのデバイスクラスのコマンドを定義する。SiLAはコマンド名、パラメータの数とその名前及び戻りデータを定義する。コマンドとパラメータはコマンドウェブサービスの WSDL ドキュメントタグに記述されているため、プロセス管理ソフトウェアは各デバイスで使用可能なコマンドのリストを自動的に生成できる。SiLAは約30のデバイスクラスと約100のコマンドを含むコマンドライブラリーを定義している。コマンドはステートマシンで遷移を行うために必要な必須コマンドから特定のデバイスクラスに必要なコマンドまでデバイスクラス内のすべてのデバイスが機能を提供するとは限らないオプションのコマンドにまで及ぶ。さらに、サプライヤ固有のデバイスコマンドとパラメータの実装に関するガイドラインが提供されている。一部のコマンドはほぼすべてのデバイスクラスに適用できる。例えば、コマンドセットパラメータ、ゲットパラメータ、エクスキューテメソッドが広く使用されている。また、プロペアフォーアウトプットとプロペルフィルインプットは、トランスポートメカニズムがラボウェアアイテムをデバイス間で転送できるようにするため、一般的である。必須コマンドには、リセット、初期化、中止、一時停止などの操作が含まれる。さらに、専用のデバイスをロックすることもできる。SiLAは非営利の会員組織を結成している。SiLAは会員に年会費の支払いを義務付けている。メンバーシップクラスと関連料金の詳細については、こちらで参照可能。SiLA取締役会SiLAは、グローバルなフットプリントを持つ、非営利の会員企業である。メンバーシップは、ライフサイエンスラボオートメーション業界で活躍する、機関、企業、個人に開放されている。SiLAコンソーシアムは、SiLA準拠のインターフェースを実装するサプライヤー及び、システムインテグレータに、専門的なトレーニング、サポート、及び認定サービスを提供する。ありがとうございます。